に財政措置取るべきだというふうに思いますけれども、ご答弁お願いしたいと思います。待ち時間が来ておりますので、これで終わってください、はい、じゃあ、藤原内閣府大臣政務官簡潔で。日本維新の会の足立康でございます。共産党しっかり時間守りましょうね。最近は共産党の委員の方は時間が終わってからもう一問というのがデフォルトになってきてますが、委員長の差配の下で、ご許可をいただきながらやっていただきたい、こう思います。さて、今共産党の委員の方の質疑を聞いてましたが、まあ、世帯じゃなくて個人だと。確かにね、現場には難しい問題があるので、その一つ一つを取り上げながら解決していく、これは国会でも指摘していったらいいと思うんです。でもそのために必要なインフラ、例えばマイナンバー制度、これには共産党は赤旗でも猛反対をずっとしてきてます。これちょっと今日ご用意しましたが、ね、これマイナンバーについて国会で質問した回数です、ね、まず支援委員長はマイナンバーという言葉に触れたくないと。で、小池さんはこれ1回だけありますが、これはマイナンバー反対の議論です。だからそういういろんな国がですね、考えている制度に猛反対しておきながらね、果実だけは欲しいと。そういうのはやっぱり僕は共産党の普段訴えていらっしゃる共産党の活動の多くがそういう側面があると思いますね。だからぜひその辺は厳しく指摘をしていきたいと思います。むしろ我々国会議員が国会で議論すべきはですね、果実ばっかり政府に求めるんじゃなくて、果実は国民が受け取ればいいんだから、そのためにどういう制度インフラが必要かということを徹底的に議論していく。日本維新の会はそういうスタンスでですね、国会論戦臨んできたし、これからもしていきたいと思います。ここにあるようにマイナンバー、まあ、政府はですね、自公政権は高市大臣筆頭にですね、それなりに頑張ってきていただいていると思いますが、とにかく野党の中では維新の会がここにお示しをしているようにですね、片山虎之助共同代表も含めてやってきてます。あと最近ね、突然玉木代表とかがね、いやマイナンバーだとか言って言い出してますが、彼らは盛り上がってきたら乗るというのがビジネスモデルですから、その辺も国民の皆様にはね、しっかりと見極めていただきたいと思います。何かツイッターで玉木さんがね、いやマイナンバーやるべきだとか言って動画を上げてますが、実は今回マイナンバー法の見直しについてはですね、今日小倉正信議員もいらっしゃいますが、自民党が一生懸命やってくれてます。で、相当早い段階から私も新型コロナにマイナンバーを対応させるべきだということで、これ、まあ、これも予算委員会でもお示しをしましたが、これも社会説法でありますが、3分野に限定されている。その中で新型コロナをはじめとする感染症はですね、この災害に含まれないので、あるいはその関連の法律がマイナンバー法に規定されてないので使えないという問題はもう当初からあって、私もこの委員会でも何度か指摘をしてきた。日本維新の会としては第4弾の政策提言で、その一丁目一番地にマイナンバー法改正を位置づけ、そして第5弾でも二次補正予算の審査と並行してですね、マイナンバー法を改正すべきだという提言を安倍総理に、私も含めて片山代表と一緒にですね、安倍総理にお届けをしているところでございます。まあそれは経緯でありますが、高市大臣、マイナンバーについてはですね、いろいろ関係者が多い中でこれまでもご尽力をいただいてきていることはよく承知をしてますが、今申し上げた維新の会が提言をし、そして、自民党もですね、新藤座長、木原誠二幹事長、そして小倉正信事務局長でね、体制を組んで、PT の報告書が取りまとまり、ほぼ取りまとまった、ね、公表していただいたと承知をしています。この維新の会自民党の提言を受けての高市大臣の所感というか、受け止めをちょっとお答えいただきたいと思います。このマイナンバーの活用につきましては、日本維新の会で早期からご提言もいただき、また
多分今日正式決定なんだろうと思うんですが、自民党の新藤座長の下でも、活用の方策について具体的なご議論をいただいていると聞いております。でやはり今回の定額給付金やってみましてね、今回せっかく皆さんが書いてくださった口座情報、これも各市区町村の、個人情報保護条例というものがありますので、その一定の役割を終えたら廃棄しなきゃ、なりません。後に残りません。で、もったいないことだなと思いました。で、今後のことを考えますと、やはり、景気対策をやるとか、それから、福祉的な意味での給付金を出すとか、何かこう給付専門の口座が、マイナンバーにきっちりと紐づいていれば、先ほど来、共産党からご提案がありましたような、個人、単位への給付というものも迅速にできましょうし、そういったことを検討していただく、流れが大きく出てきたということを大変歓迎いたしております。これ議員立法になるのか閣法になるのか、また皆様方のご活躍に大いに期待をしたいんですけれども、何としても、法改正にこぎつけたいと思っております。ありがとうございます。今閣法議員立法という話が出ました。小倉先生とはね、あんまり野党である一弱小野党の私があんまり小倉さんといろいろやってるとか言うとですね、角が立つ面もあるんで、水面下で、やってますが、玉木さんはね、ツイッターで言うばっかりで全くやりません。やるやる詐欺でありますが、小倉さん、木原さんはですね、やると一回やれば必ずやってくださるということで大変感謝をしております。で、大臣、せっかく今議員立法を閣法という話がありました。自民党小倉さんのチームと私たちのチームは、これもう絶対この国会でやるぞということで、目と目でですね、語り合っているところでありますが、閣法という議論もあるのかどうか、その辺いかがでしょう。もうおそらくマイナンバーというものをフル活用しようと思うと、2段階の法改正になっていくんじゃないかなと思います。今自民党のプロジェクトチームや、また御党で、ご議論いただいている内容というのを、仮にですね、議員立法で出していただいたら、それで一つ給付用の、口座との紐付けということが、できます。で、これ党によってルールが違うと思うんですが、少なくとも、自民党の場合は議員立法を出そうと思うと理事会派全部の、賛同を、取らないとなかなか、国会への提出というのは認められませんので、そういう意味でも、より広くの会派のご賛同を得て、国民の皆様の代表のご賛同を得て、出てくる法律というのは、法律案というのはとても心強い、多くの国民の後押しがあるものだと、こう考えられると思います。で、第2弾、さらにマイナンバーというものをフル活用していこうと思いますとね、せっかくマイナンバーカードという、一つのこうインフラが、インフラ基盤があるわけでございますから、マイナンバーの活用、そしてマイナンバーカードのフル活用で、より便利にしていく、次の段階の改革というものも今視野に入っておりますので、そちらはかなり大きな話になります。閣法で考えたいと思っております。ただ今国会は間に合いません。次期通常国会には絶対に間に合わせたいと考えております。大変心強いご答弁いただきました。この国会ではですね、足元でできることを、小倉さんと私で、ね、しっかり、公明党も、ね、ありがとうございます。国重先生も一緒にやりますか、ね、今日は午後打ち合わせするんで、よかったら入ってください。いや、本当に、で、今、大臣おっしゃったようにね、この議員立法はぜひ、前回、一致でやるぐらいの気持ちで、ぜひお願いしたいと思います。共産党はもしかしたら難しいかもしれませんが、先日もですね、野田前元総理が、在勤で質問されました。で、野田総理が、いや、私がこれやりだしたんだということで、俺の玉だとこうおっしゃってましたが、麻生元総理もですね、いやいや、これは俺が総務大臣の時に導入したんだということで、最近はマイナンバーに着目され始めたものですから、みんな俺がやったんだと
こう言い始めてますので、ぜひ立国者の皆様にも乗っていただいて、いいものを作っていきたい、こう思います。そして今大臣おっしゃったように、核砲第2弾ロケットの来年の通常国会になるのかどうか分かりませんが、核砲でやっぱり、マイナンバーのフル活用に向けて、議論をですね、国会でもしていきたいし、核砲で出されるということであれば、それを国会でも全面的にご支援をしていきたい、こう思ってます。昨日かな、雇用調整助成金をオンラインでやると言って華々しく、立ち上がったらですね、即日ダウンしたということでひっくり返ってます。僕はね、もうあんなことやらなくていいと思うんですよ。要するに私が常々申し上げていることは、マイナンバーカードもそうです。マイナンバーカード、使ったらいいんだけど、でもパスワードを忘れた方にですね、早くできるから仕方ないんだけど、役所にパスワードもう一回再設定しに行くということが起こってしまいましたが、マイナンバーの本質はむしろそのマイナンバーカードというのは本人認証のためにあるだけですから、だから別に書類でやってもいいんです。ただ本当にマイナンバーが役に立つのはバックヤードバックオフィスでのマイナンバー連携です。厚労省もちゃんとやってほしいけど、ただ私が申し上げたいことは、何でもそうですよ。工場で新製品作るときにライン作りますね。工場で新製品作るときのライン製造ラインですよ。バッとライン作ってすぐに新製品出荷できますか？できません。調整をしていろんな不具合が出る、不具合が出たらそれを直す、そうやって初めてその製造プロセスというのが完成するんですよ。こういうオンライン申請もそうです。突然新型コロナでなんか上からやれと言われてね、やったけどなんか不具合が出ました。これ不具合出るんです、当たり前です。だからたびたび申し上げてるけど、平時からやっといてねということを申し上げてるわけです。だから今急にですね、そのユーザー消費者国民接点のところの複雑なオペレーションを急にオンラインにするということを、今その一番難しいところをチャレンジするのではなくて、むしろバックヤードバックオフィス、こっち政府ガバメントサイドだけでできる情報連携、これ今でも法律上できるんだから、それをやってねということを、ずっと言ってるわけですね。残る時間、向井内閣審議官お越しをいただいてます。議員立法でマイナンバーやりますので、ちょっとその議員立法の立て付けを若干議論しておきたい、こう思います。これあるようにですね、ここに書いてあるマイナンバー法はですね、3分野しか対象にしてないというのはこれ分野です。分野というのはどういうことかというと、この3分野と言ってるけど、3分野が産業パンパンパンと書いてあるんじゃなくて、この3分野に関わるさまざまな法律、これが別表で、マイナンバー法の別表でざっと並んでるわけですね。だからもし今回特別定額給付金にマイナンバーを使おうとか、持続化給付金にマイナンバーを使おうとすると、それぞれの給付金制度を法律に書いて、いや私は政令以下でもいいと思うんですよ、思うんだけど、憲法違反だとかいう共産党が騒ぐんで、ね、政府も慎重になります。だから法律で書くというのがマイナンバー法の立て付けだから、新型コロナにかかるさまざまな給付制度を法律上位置づけるという作業がまず、あるのかなと私は思います。それが分野論ですね。それに対して例えば、所得情報を使いましょうとか、口座番号を登録しましょうとか、こういろいろこうアイテムがあるわけです。それが縦軸、この分野が横軸、縦軸には今申し上げたようないろんなアイテムがあるわけです。そうしたときに今自民党が小倉さんのところで検討いただいているのは口座情報、どうせ口座情報を自治体に登録してるんだから、それをマイナンバーと紐付けてやったらいい、それから住民基本台帳と紐付けたらいい、ね、それから私はさらに言うと、自治体にはさまざまな所得情報がある、所得情報だって紐付けたらいい、そう、縦軸と横軸をうまく組み合わせて、議員立法を構成すればですね、法律論として、今のマイナンバー法の法のなんていうかな、立て付けに合う形で改正ができると私は考えてるんですが、
向井さん、大体こんな感じですか。まずマイナンバー制度自体は、税社会保障というところでございますけど、災害が入った経緯とは、実は東日本震災の時がちょうど検討中に起こりまして、それで災害があった方が便利ではないかということで災害が入ったと。ただその趣旨というのは、緊急時というぐらいの趣旨でございますので、必ずしも今回のコロナがですね、もともと除外されているという趣旨では決してないというふうに考えておりますので、そこのところはですね、なんて言いますか、法律に書くというのは別にそれほどの障害があるとは思っておりません。一方で法律でですね、給付を書くっていうのは、法律に書かれた給付っていうのはですね、先生ご指摘の通り、すべての事務につきましてですね、何々法のですね、何条に規定するこういう事務というふうに書いてあると。それ従いましてですね、今回そういうふうな臨時的な給付金にですね、マイナンバーを紐付けるという場合であるならば、それはですね、やはり給付金というものをですね、何らかの形で広くでもいいですが、給付金法的なもの、それは給付するでなくてもですね、そういう場合にはですね、なんてこういう例えば名簿を作る、名簿といいますか、そういうふうなものでも可能だと思いますけど、何らかの形でそういう緊急時にですね、給付金出す場合にはこんな名簿を作れとかですね、これ災害基本法はそういう作りになってますけども、それはそれでマイナンバーでそこにその給付、新たに議員立法される新法のですね、何条に規定する給付金についてはマイナンバーが使えるという、そういうふうな立て継ぎになると思います。その上でどういう情報項目かというのは、先生おっしゃったように、こういう情報項目、こういう情報項目というのを書いていくと、そういうスタイルになるかと思います。